やばい、お腹なくなってる。すごっ。ファスティングってことで運動せんと痩せちゃおう企画。イエイ。今回3日間のファスティングしていこうと思ってるんですけど、一緒に頑張ってくれるのがリサップちゃんです。実はご提供いただいたんですけど、タイミングよくありがとうございます。で、今回一緒に頑張ってくれるこのリサップやねんけど、なんと1杯が 49.2 キロカロリーなんですよ。素晴らしい。ということでね、このファスティングにもってこいのこのビサップと一緒に頑張っていきたいと思うんですけど、まずね、ファスティングするとなったら準備が必要なんですよ。なんで今日から始めていくことになるから、昨日の食事から結構気をつけてて、まあお昼はサラダ食べて、夜は野菜スープを飲んだんですよ。まあお粥とかでもいいし、まあそういうスープ系を食べて準備をしてください。では今日からスタートしていきたいと思います。どうもー、ひかりやでーす。ってことでファスティング3日間終わりました。イエイ。ポポポポン。テンションやばい。ってことで早速ファスティング3日間の結果をもう発表していきたいと思います。せーの、ドン。はい、結果はこんな感じです。いや、結果見て自分でもねちょっとびっくりしたんやけど、ちょっと変化出てくれるかなって思ったら、意外にもねいい感じに結果を出てくれたんで、ほんまによかったです。はい、ということでこの3日間ねビサップと共に過ごしてきたんですけど、ちょっとね3日間過ごしてきての感想をさらっとお伝えすると、まずこの香りがねカカオのいい匂いなん。もう味は一言で言うと、もう女の子みんなが大好きな味。やっぱさ、チョコレートの原料でもあるカカオやから、あの甘みがあってすごいね、もうグビグビいってまうぐらい美味しい味でした。伝わるかな。まあでもなんせ美味しいです。あとカカオとソイプロテインで満足感が高いから、こう飲んだ後も空腹が満たされて、あーしんどいっていうのは感じにくかったです。はい、ほんでこの3日間のファスティングが終わったんですけど、この後急になバク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 、もうほんまはバカ食いしてたらやっぱ全然意味がなくなってしまうんで、この後は置き換えに変更して運動とともにいい感じの体作りをしていこうかなって思ってます。それに最初からファスティングはちょっと難しいかもって自信のない子やと、リサップを使って置き換えダイエットしながらプラス軽めの運動をしてあげるのもおすすめです。
ほんでファスティングの時には一切運動なしでやったんですけど、やっぱ置き換えの時には運動をプラスしてあげるとより効果が出やすくなるんで、ぜひ運動をしてみてください。ちなみに置き換えの時におすすめの運動法は、足とお腹を一緒に鍛えられる筋トレになります。まずこんな感じで両足を上にピンって伸ばして交互に動かしてあげると、足も鍛えれるしお腹にも効いてるし、ダブルパンチなんでおすすめです。ちなみにこの足とお腹両方に効く筋トレはフルバージョンで動画出してるんで、気になる方はそちらを見て一緒に運動してみてください。あとめっちゃ嬉しいのが、これ砂糖不使用な、ほんで合成甘味料と合成保存料、合成着色料、この3つも無添加やし、ほんでグリテンフリーやから、この糖質ダイエットとかしてる人にもめっちゃもってこいな。これはねほんまに嬉しいよな。やっぱり体重落としたい人とか、まあ光もそうやねんけど、ダイエット始める時って結構糖質制限ダイエットから始めたりするんで、ほんまにこんなな、甘い美味しい飲み物飲んでんのに全然罪悪感なく飲めるっていうのはほんまに嬉しいことやから、ほんまにありがたいと思ったありがとうございますはい、とちょっとここで光的おすすめポイントを紹介させてください。まず動画の最初でも言ったんですけど、1杯がなんと 49.2 キロカロリーなんですよ。でもな、これ1日に必要なビタミンとミネラルの 70% 以上がこれ1杯でバランスよく取れるから、ファスティングに最適なんですよ。ほんでな、美容とかアンチエイジングにめっちゃいいポルフェノール、聞いたことあると思うねんけど、がカカオには赤ワインの4倍以上入ってるらしいねやんか。やし、コラーゲン、プラセンタ、ヒアルロン酸など40種類の美容成分が含まれてて、お肌も綺麗になれちゃうんですよ。素晴らしい。ほんでさっきも満足感があったって言ったんやけど、その満足感のポイントが、良質な国内製造大豆にこだわったソイプロテインが食物繊維の塊で腹持ちがいいらしいです。ほんでカカオの深みある味わいと香ばしい香り、もうほんまこれやねん、香りもめっちゃね良くて、ほんまに美味しく味わえました。ってことで、もうこのぺったんこのお腹でドレスを綺麗に着こなして、友達の結婚式のお祝いに行ってきたいと思います。では今回も最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録、あとはビサップの詳しい内容が載ったホームページの URL を概要欄に載せてるので、よかったらチェックしてみてください。ハンナのね、バイバイ。